吉田真奈さん、慶応義塾大学医学部に進学内定しました。5枠しかなかったわけですよね。吉田中学時代すでに医学への道を志していたという。そうで始まりました、マティチャンネル。さあ今回ですね、まあ、ちょっと緊急でね動画撮ってるんですけども、素晴らしいニュースじゃないですか。芦田愛菜さんですね、女優タレント女優さんかな、芦田愛菜さんがですね、なんと慶応義塾大学医学部に進学内定しました。すごい。いやー、明日マンダだよっていうモノマネのイメージがすごいありますけどね。まあメディアによってはね、ちょっと大学名を出してなかったりするんですけど、まあ今までもね、散々慶応通ってるってことは出てたので、そこから大学にってなったら、慶応医学部だっていうのはね、分かってしまうんですけど、いや、本当にすごいと思いますね。芦田愛菜17歳、すごすぎ。来春医学部進学内定、5人だけの超難関突破で、究極二刀流、病理医と女優の夢実現に、キムタク永瀬智也も仰天。さすがにこのタイトルはむちゃくちゃですけど、なんでキムタク永瀬仰天って出てんの。ああすごいですね。5枠しかなかったわけですよね。そこを突破したわけですから。わずか3歳で芸能界入りし、天才子役として名を馳せた芦田愛菜17歳。3歳の時に、今や子役のイメージを脱却し、才色兼備の実演派タレントとして確かなポジションを築いている。今年5月に高校生対象に行われた高校生の将来就きたい職業に関するトレンド調査という調査で、同世代で憧れる人として芦田は YouTuber コムドットのリーダーヤマトと並んで1位を獲得しています。すごいと思うけど、コムドットヤマトなんだ、なりたいのは。明日は現在都内の有名私立女子校に通う高校3年生。まあ今更これ隠してもね、たくさん出てますからね、過去に。高校生にとっては、あの木村拓哉と CM で共演するなど、芸能界で華々しく活躍しつつ、有名難関校に通う芦田の姿は、羨望と尊敬の対象なんだろう。あ、そっか、キムタク49歳なんだ、今。なんでしたっけ、タウンワークですよね、確かね。明日2010年6歳の時、テレビドラマまだ、で、ネグレクト被害を受ける少女を演じ、その演技力を絶賛されました。はいはいはい。さらに2011年、マルモの掟で、ゴールデンタイム連ドラ史上最年少となる7歳で主演、人気を不動のものにしました。この頃もうメディアに引っ張りだこだったんですよね。もう、うちの親も好きでしたね、あのドラマ。このドラマで共演した鈴木福君と共に、まるまるもりもりで歌手デビュー、果たし、オリコンチャートで最高3位を獲得。そうだったんだ。日本人の誰もが知る国民の娘となったんです。こうして人気子役となった芦田だが、小学時代から勉強にも手を抜くことなく、常にトップクラスの成績を維持していたという。中学受験の際には仕事量も減らして勉強時間を確保し、見事難関私立中に合格。そうですね、中学から入ってますね。もともと勉強好きで、小学生で年間60冊、中学生になると年間300冊を読み続けており、目的語がない、本を読み続けておりってことかな。2019年には自身が読んだ約100冊について書いたマナの本棚という書籍まで発売している。あ、そうなんだ。それぐらいこう読書好きってことですね。で、そのわずか5人の超狭き門を突破して医学部進学と。芦田さんのこうした姿勢は成績にも表れています。内部進学した女子校でも成績は常にトップクラス。わあ、もちろん賢い人がいっぱいいる高校ですからね。2019年からはサンドイッチマン&芦田愛菜の博士ちゃんで司会を務めていますが、一貫して学業優先の姿勢は崩していません。現在の学校は芸能活動にも理解があるとはいえ、勉学をおろそかにしない芦田さんの姿勢を高く評価しているそうです。学校関係者、本当か、この学校関係者いるのか、こんな人。そんな令和の再演に最近吉報が届いたという。再演なんてことはすごい久しぶりに見た気がする。再助ってことだよね。芦田さんは内部進学で念願だった系列大学の医学部への進学が内定したそうです。もうこれで慶応医学部だってわかるんですけど、私立の超名門として知られる同大学の医学部に推薦で進めるのは、いや、ここも分かっちゃうじゃん、もうです。私立の超名門とかね、書いてあって、それで医学部あるって言ったらもう決まっちゃいますよ。女子校からわずか5人の超狭き門。簡単に言えば学年のトップ5に入っていないと難しい。まあ、わかんないですけどね、トップ5に入ってなくても医学部をみんながね、選択するとは限らないし。まあもちろん医学部が一番難しいですけど、予定5人が全員選択するとは限らないし、ね。さらに内申点もありますが、単純に成績がいいだけでもダメという狭き門です。実は明日は中学時代にすでに医学への道を志していたという。中学1年の時、スッキリに出演し、将来の夢は病理医と語っていたんです。病理医とは、主に採取した組織や細胞を顕微鏡で観察して、診断を下す仕事。例えば、癌の治療では、癌細胞が残っていないか判断するといった非常に重要な役割を果たします。漫画原作で2016年に永瀬智也が出演したドラマ、フラジャオで、
病理医は一躍その知名度を高めましたよね。そうでした。フラジャル、モロイとかね、エブリリトルシングの歌にもありますね。病理医、パソロジストですかね。パソロジーっていうのがね、病理学ですからね。パソっていうのが苦痛とか感情とかっていう意味ですね。はい、ちょっと英語っぽいこと言いました。英語っぽいことじゃない、英語のチャンネルなんでちょっと出しました。だからこれでキムタク流せって出てたのか全然関係ないし、でもまあ多分教育熱心なね親御さんなんだと思いますけどね。芸能活動やらせるけど勉強もちゃんとできるように、そしてお医者さんになってほしいとかっていう思いがあったんじゃないですかね。それにしても12歳にしてなりたい職業として医者ではなく病理医と口にしていた芦田さんには正直驚きますよね。まあ確かにね、お医者さんとかね言うのだったらありそうだけど、病理医って言ってもこれ決めてる具体性があるっていうのはね、すごいですね。目標を立てる時にもすごい重要なことですからね。ドクターマナが踏み出した、ドクターマナ夢の第一歩、来年以降医療ドラマの出演オファーは間違いなし。でも医学部でしょ、忙しいでしょ。今より全然忙しくなると思うんですけど、で医者になるとなったらね、芸能活動なんかもっと大変だよね。でもなんか人によってはサークルバイトできそうだなと思ったんですけどとかっていうのとか来てるな。あ、ただなんか2年以降はキャンパスが変わるから難しいんじゃないですかとかって来てるな。あ、1年次は日吉にいるってこと、医学部も。そうなの、受けようとしてる人なのか。ありたけのことを教えてください、慶応医学部にとか言ってる人いるな。じゃあヤフーの見てみますか。1年生の時は英語、数学、科学、物理などを学ぶと。語学はフランス語とドイツ語の選択。医学はほとんどやりません。あ、そうなんだ。1年生の時はほとんど勉強する必要はない。そんなことはないと思うけど。どの教科もテスト3日前から勉強すれば間に合います。そんなひどいこと言わないで。2年生から基礎医学を学び、3年生の途中から臨床科目を学びます。1年生の頃と比べると忙しくなります。あ、じゃあ1年次だったらまだ、芦田愛菜さん芸能活動簡単かもしれないですね。テストは一夜漬けではほぼ通りません。あ、そうなんだ。覚える量は多いですが、過去問があったりするので、なんとかなります。あー、出た、過去問ね。基本的に頭のいい人たちが多いので、みんな切り抜けています。ですが、みんな真面目で、誰も試験に不合格にならないといえばそうでもありません。評価によっては、学年の3分の1が落ちます。そうすると、2000円の再試代金を払って再試験を受けます。あ、そうなんだ。そんなの知らなかった。あったんだ、そんなの。試験は再試験まで受けることができます。通称本試験から順に、A コン、ダブルコン、闇コンと言われます。そうなの？6割以上が合格の基準ですが、だんだん先生の採点は甘くなっていきます。何この A コンってどういう意味？なんかダブルコンはなんとなくわかる。忙しいと言われるのは偶数学年です。2年生の時には解剖実習があり、4年生では CBT という試験があり、6年生は卒業試験はありませんが、国家試験の勉強をしなければなりません。そうですね。私の上の代までは4年生の時に自主学習というのを行っており、どこかの研究室に入って何らかのテーマの研究をします。私の代からはカリキュラムが変わり、自主学習が3年生になります。また今まで CBT は4年生の1月に行われていましたが、病棟実習の時期が早まるので CBT も4年生の秋頃になるのではないかと思います。これちょっと古い情報ですので。部活は盛んで、ほとんどの人が医学部の体育会に所属しています。医学生のみで行われる東日本医科学生総合体育大会というのもありますが、慶応は総合1位を取ることも多いです。そうなんだ。特に水泳部や競争部、硬式テニス部が強いと思います。ああね、水泳部強いですよ。水泳部の人に英語を教えてたことあるんで。バイトもほとんどの人がしています。だいたい週に3日ほど。家庭教師や塾講師が多いと思います。大学の年バリューのおかげで時給は高いことが多いですね。私はしていませんが。じゃあテレビできるかな？でもテレビ収録ってめっちゃ時間かかるからね。割には合わないというか。家庭教師とかその教える時間だけなのに対してね。テレビって長時間ですからね。あ、でも芦田愛菜さんですから、たくさんもらってるか。あと特徴としては MD-PhD コースというのがあり、これは医学博士を目指すコースです。学部生の頃から研究を行うことで、通常より早く博士号を取ることができます。そうなんだ。これまた博士号って言わないと怒られるのかな。そしてみんな部活やバイトを頑張って、テスト前以外はあまり勉強せず、テスト前だけ一生懸命やってみんなで協力して乗り切っていく感じです。留年はほとんどいませんし、居心地がいい学部です。なるほど。頑張ってください。あ、他のコメントで面接対策だろ、自分で調べろって書いてある。はい。ということで、まあこれはあくまでヤフー知恵袋の知恵なんで、きちんと目指す方は調べていただけたらと思います。はい。そして来年ね、芦田愛菜さんと同じ同級生を目指して頑張ってる方、慶応医学部頑張ってください。結構ね、英語の問題特徴ありますから、ちょっと国立っぽい問題出たりしますので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.